吉田さん、堀江さんに質問するらしいじゃないですか。いや、まともな質問やめてくださいね。実は広島で講演会があった時、私もね、招かれて行ったことがあって、で、その時ね、若い20代前半ぐらいの人が真っ先に質問したんですよ。堀江さんが、なんか質問あるって聞いた時に、はいみたいな、真っ先に挙げてね。で、その人の後にパラパラと手を挙げる人もいたんですけども、まあ、真っ先に元気よく挙げたんで当てられるじゃないですか。で、その人が質問したのが、堀江さんはいろんなビジネスをされてると思いますけども、キャッシュポイントはいくらあるんでしょうか、いくつあるんでしょうかって聞いたんですよ。ね、キャッシュポイントはいくつあるのかなって。で、堀江さんの回答は、キャッシュポイントがいくつあるかって数えたことないけども、キャッシュポイントって100円でもあったらそれもキャッシュポイントに数えるの？ちょっと質問何聞いてるのか分かんないっすとか言って、それで終わったんですよ。そしたらね、その後、質問で手も挙げなかったやつが、あの質問はないよね、あのレベルの質問ここでしてもね、とか言ってね、笑う人がいたんですよ。で、まあ当然私口出すじゃないですか。いや、あなた質問すらしなかったじゃん。何ケチつけてんの？ああいうところで手挙げたら結構かっこよくないですか？批判ばっかりする日本人って、まあ、こういうところにいたんですね、みたいな感じで、ちょっと軽い知り合いだったんでね、ちょっとこう、笑い話がてらに、まあちょっとふっかけてみたんですよ。やっぱり気まずい関係になったんですけども、そういうことなんだろうなと思いましたね。自分では行動しないけども、行動した人を批判して自分が賢い人間であるかのように装って、そうそう、そうだよね、そうだよねって同調する人も、まあ同罪かな、みたいなね。ほんでね、昨今の、4630万円の話もあるんですけども、結局は多くの方が返すのが当たり前だよねって論調になりますけども、やっぱりね、お金が急に自分の懐に入ってたら人間の心理って、平常心じゃないっていうふうなことが当たり前だと私は思うんですよ。やっぱりいきなり巨大なお金が入ってきて平気な人ってあんまりいないと思うし、逆に大きなお金が自分の口座からバカってなくなったらものすごく動揺すると思うんですよね。動揺して普段しないような判断をすると思うんですよ、行動を。つまりは自分の足元が全く変わってないのに、足元がぐらついちゃった人に対し常識な行動を取ってないっていうふうに指さすのも、結局は分かってないなと。安全なところからね、何の気持ちの変化もしてない人がより常識的な会話をすることによって、いや俺はそうはならないけどね、みたいなねことを言ってるんですけども、お金っていうのに魔力があるってことをね、やっぱりこう全然知らないなっていうふうなところなんですよね。やっぱお金はその数百万でもね、人は死にますしね、怖いもんだと思いますよ、だからこそ扱えるようになっていかないといけないし、生み出せるようになっていかないといけないし、いつでもお金が作れるようになったら、それこそね、1000万2000万の金じゃビクッともしないわけですよ。そういうことなんじゃないかなと思うんですよね。少なくとも給料取りにはいきなりお金がドカンと入ってきた人の気持ちは分かんないんじゃないかなと思いますし、分かんない以上自分がそうなった時っていうのは分かんないような気持ちになっちゃうんじゃないかなと思ったりしますね。ということでね、吉谷さんにしてほしい質問なんですけども、結局バズりたいわけでしょ、吉谷さん。質問することによってツイッターで取り上げられたり、他の YouTuber がこんな質問するやつがいたぞとかね、本人特定だみたいなね、お鹿児島に住んでるらしいぞみたいな、億万長者合宿とか行ってるぞこの野郎みたいな、バズらしたいわけでしょ。ということはね、吉谷さんの質問するべきことは一つですよ。僕は餃子屋をやってますって言い始めてください。それでね、実はひろゆきさんにスーパーチャットで質問したことがあるんですけども、堀江さんがクズって言ってましたよ。堀江さんクズなんですかって聞いてみてください。多分バズりますよこれ。そのあたりでなんかないですかね、もう本当に自分の身を粉にしてね、ネタを社会に提供するみたいなの、ちょっとそれ見たいな、聞きたいなと思います。まあそれは私が仕込みましたって言って、後でね、私もやらなくてもいいのに YouTube 動画上げて第二炎上さすみたいな感じでね、まあ炎上しないと思いますけど、私たちは無名すぎて。まあけど、まあ冗談はさておいてね、なんかすごく面白い質問することを願っております。よろしくお願いします。じゃあ今回は質問の質を上げてほしいんで、質でいきますね。いってらっしゃい。